はいえー、皆さんこんばんは。こんばんはえっとですね、まあ、お正月というかね1月になってから、まあ、大体1週間ぐらい10日ぐらいが今経ちまして、あのーまあ、年末がね雪がすごく降ったりとかすごく寒かったりしたんですけどこのお正月になってからは毎日天気が良くて、まあ、その分寒いんですけど雪が降るとかっていうことはなく。 まあ、毎日外で遊んだりとかいろいろできるすごくあの楽しい今年はお正月ですね本当ですね、うん、それでですねまあ僕らの子供がいるので子供と一緒にねお正月らしい遊びをしようということでね、まあ、いくつかやってみたんですけど、うん、まああのお正月の遊びといえば、まあ、とりりああえず何がありますそうだねお正月ならたこ揚げうん ああととなんだろうカルタとかあーいいですね百、うんまあ、人一種とかかるたとかねあとは駒、うんまあ、回しだったりあとまあ珍しいところだと羽子板とかあ<ー>福笑いとかはい、はい、ありますねすごろくとかねなるほど、はい、いろんな遊びがありますでまあその室内の遊びとあとは外で遊ぶっていう両方ありますねはい。あのまあ ボードゲームとかカードゲームみたいなものとあとはちょっとこうスポーツっぽいものと両方ありますよね。うんはい、でまあ,あの子供がね大きくなってくると、まあ、いろんなカルタとかね楽しめるかなと思うんですけど、まあ、うちの子はまだちっちゃいんで、まあ、簡単なことをしようということでうちでチャレンジしたのはですね駒回しとタコ揚げをやりました。 うんうん、あのちっちゃい子でもね、まあ、見てわかりやすいというところでね,ねあのコマとたこ揚げをやりました、うん、でまあ,あのコマっていうのはですね、まあ、ちょっと今物が今持ってないんであれなんですけどえっ、ー、と、まあ、回して遊ぶやつですね、うん、そうです <laughs>、はい、回してこう回り続けるみたいなやつですわ、はい、かるかなわかるかな 僕の中であの皆さんに伝えるのが一番わかりやすいのは映画のインセプションっていう映画があったじゃないですか。あはいはいかります。はい、レオナルド・ディカプリオとあと渡辺謙が出てるやつあ <laughs> <laughs> ります。はいはいわか,かりますよ。はいはい、それのこうこう回すやつがあるんですよね。はは <laughs> <laughs> 夢か現実かっていうのがちょっとマニアックな話になってきてるんですけどまああのそれコマでしたねなるほどねそこかでもそのコマってのがあってこう、まあ、指をこうひねって手,く手をひねって回すものなんですけどうん、うん、それとあとひもをこう回してこう投げるタイプのやつがありますねはいありますね、うん、昔だとベーマっていう遊びがあったりとかねしましたけれどもはい でまあ、その駒回しを家でやってみました、うん、結構ねあの、まあ、僕らも子どもの時やった遊びですけどいや面白かったですね、うん、まあ子供はまだちょっとよく分かってないっていうか、うん、うわーっていう感じですけどねすごいみたいな感じですけどそうそう自分では回せないんですね、うん、まだまだ回せるようになるのはまだ先かなと思いますけど。 見てね、うん、楽しんでましたね。うん、いやでも面白い遊びだなと思いました。うん、はい。あとはタコ揚げですね。はい。これはね、今日もね僕行ってきたんですけど、うん、まあタ揚げのタっていうのはまあ海トですね。はい。はい。まあ日本でも海トって言いますけど、まあその本当になんていうんだろう西洋式の海トタイプっていうか三角形のやつもあれば日本のタコっていう四角形のタコもありますね。うん、はい。 でそれでまああのー、近所のねサッカーグラウンドに行って凧揚げをしてきました、うん、風が強いんでね<お>すごくよく飛ぶいい感じでしたあ本当ですか、うん、よかったただまああの子供にはまだ早かったようであらはい <laughs> んか泣いてましたね <laughs> 泣いちゃったんだ <laughs> 泣いちゃってましたね <laughs> そうそうまあいろいろ難しいところがあって、うん、うんうんうん まあ自分でできないしねんでまあ本んにやるようになるのは例えば小学生とかね、うん、なってからなのかなと思いますけど、はい、僕はねあの自分が小学校の時ですね、まあ、10歳とかですかねの時にあの自分でタコを作ってあげてましたねああいいですね、うんまあ、安いしね、うん、もうちょっとしたなんかこう棒とあとはゴミ袋 ととかでで作ることができますから、うんうん、すごい面白かったですねなんかあの子どもの頃も楽しめるものが大人になっても楽しいっていうのはいいですよね。ね。うん、やっぱりこうシンプルで,でちょっとこう手とか足とかね体を使うものでっていうのはやっぱり面白いですね。うんうん、僕は逆にそのカルタとか百人一首とかそういうちょっと頭を使うようなというか。 そういう遊びを子どもの頃にやらなかったんですよね<ー>だから結構苦手な意識がありますなるほどね例えばあのちょっと日本と離れますけどトランプとかトランプっていうかカードゲームとかもちょっと苦手な意識がありますねうん,うん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 うの頃やってたことが大人になってもそのまま、まあ、やったりとかっていう感じうなってくるのかなっていう感じうしますねそうでうねうんなんか好きなやつあります？私はね。 そうだなカルタは結構好きですあそうなんだ、はい、へえでもかるたってさ、うん、人数がある程度いないとできないよねあそうだね,ねでうちはあの家族がすごい人数が少なかったしみんな働いてたんで一人ででやる感じだったんですよあそっかそっか一人で読んでこう自分で撮るみたい、うん、面白くないじゃないですかそうだねそうでもやっぱ大家族だからねかるたとか楽しいですよね、うんうん、いいなあと思いますすごくまたやりましょうはい ぜひやりたいなと思うんですけど、まあ、皆さんの国とかね皆さんの地域でお正月といえばこういう遊びがありますよっていうのがもしあったらあのコメントとかメールで教えてほしいんですよ。もちろん日本っぽくない と思うんですけどその日本じゃない国ではどういうことをしているのかっていうのが気になるんで、うん、そ,のそれぞれの皆さんの国とか地域で「私たちのお正月ではこういうことをします」っていう遊びがもしあれば是非教えていただけたら嬉しいです。うん、ということで今日は「お正月の遊び」っていうのはねちょっとあの季節感がちょっとずれてますけど、まあ、まだまだ1月の半ばということでそういうお話をしました。はい、どうううもあありりががととごござざいいままししたたでではでは